よお前ら、俺様だ。今回はね、高校1年の学年末講座の家庭基礎のね、家庭科ですね、の答案です。はい。カロテン、カルシウム、鉄、骨粗鬆症、貧血、アイエスタ、サセナツヌ、良性、同意じゃなくて合意。これなんだろう、法律用語かなんかだから、ちゃんと正確に書かないと罰なんですかね。平等じゃなくて同等。これもなんか似たようなもんだけどね。まあダメなんでしょう。協力、結婚相手じゃなくて配偶者。まあ意味としてはね、同じだけど、まあ正式名称というかね、多分法律の穴埋め問題なんじゃないかな。家族法かなんかのね。尊厳、本質的平等、14日以内、夫婦別産制、一等身じゃなくて二等身、一親等じゃなくて二親等、二親等じゃなくて三親等、いとこ、おいめい、直系親族と傍系親族じゃなくて、六親等の血族、三親等の姻族、親が同意すれば結婚できる、6ヶ月、結婚したら同姓にしなければならない。丸、丸。乳児、新生児、幼児、頭、先端じゃなくて、末梢。3000、3、2500、52、乳歯、20、嘔吐、下母のことですね。ちょっと漢字で書けなかったみたいです。まあ、俺様今も多分漢字で書けないけどね。まあでも下母のことでしょう。栄養じゃなくて、先天性免疫、生理的早産、大専門。大専門って名前のさ、健康ランドありそうだよね。宇都宮のね、健康ランド、大専門じゃないけど、そんな感じの名前でしたね。生理的、嘔胆、生理的、体重減少、体便、原始運動は、これ三角になってますね。反射が正しい答えらしいですね。あえいうお、ういえおは、あうえおいじゃなくて、あえういお、3群じゃなくて4群、2群じゃなくて3群、5グラムじゃなくて50グラム、300グラムじゃなくて350グラム、200グラムじゃなくて400グラム、40週、スキンシップじゃなくて身近な人への愛情、愛着か、夫婦間の暴力、無農薬食品じゃなくて、収穫後や農薬を使用する、表示されない食品添加物のこと、点数はね、80点ですね。エクセレントです。はい。それではさよなら、ボーボー。ボー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 ボ